血の前に傷が汚れていないか確かめて、もし汚れていたら水道水などでしっかり洗い流します。まず傷口に清潔なガーゼを当てます。八つ折りたたみ三角巾を頭に当てます。この時三角巾の真ん中から10センチほど外れた部分が頭頂部に来るようにします。垂れた三角巾の長い方を顎にかけて反対側に回し、頭の横で交差させます。三角巾の両端の一方を額に、もう一方を後頭部に回します。そして交差させたのと反対側の頭の横で結んで完成です。最初に三角巾の真ん中ではなく10センチほどずらして頭頂部に当てたので、結び目は頭の横の三角巾と重なるあたりにできるはずです。